こんばんばは第3部は職場の人間関係に悩む理由が分かりますよ。仕事つらいな嫌だなと思いながらやっていませんか私は10年以上リハビリの仕事をやっていますがずっと自信が持てませんでした4年目くらいまで行き過ぎというぐらい勉強会に行きましたがそれでも全然自信が持てない当たり前ですコミュニケーションで悩んでたんです 先生から仕事は人が嫌がることをするから価値が出てお金がもらえる性格の悪い人に対してリハビリを提供しているからお給料がもらえるんだよと教えてもらいましたあこれ患者バッシングではないですよよく聞いてくださいね患者さんは病気やけがの後遺症でつらい状態にいます 体と心はセットなのでどんなに性格がいい人でもそうなれば波動が低くなります波動が低いと性格が悪くなる厳密に言うと性格が悪くなった状態の人と関わる仕事が医療現場の仕事だと教わりました私病院じゃないです接客じゃないですと思ったあなた私はどの職種でも同じようなことが起きているんじゃないかなと思います コロナから一年が過ぎみんな心身ともに疲れていますよねだったら仕方ないではなく自分は性格が悪くならないようにしましょうね人間関係の悩みを解決するおすすめの本はデール・カーネギーさんの「人を動かす」という本ですオリエンタルラジオの中田あっちゃんさんも YouTube で解説してましたよ今日はこれで終わりますね次は明日の朝 7時30分に来ますね。